なんか全部読んだっぽいね。ちょっと待って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 。何か、何か動かせって。はい、ユーズだよ。はいはい。あれこれ何だったの、これ使ったの。すごいね、音楽が。ちょっと音楽のボリューム下げた方がいいかな。チェックポイントに入った。あれなんか置いてあるね。いけ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 。リボルバーも、よし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 。42発しか持てないんだね。スパークプラグの、車のスパークプラグを変えるのは簡単だと思われがちだけど、ああ簡単、お前が思ってるほど簡単じゃないってことですね。何、スタッキーがまたなんか変なこと言ってますけど、じゃあいいのかな、別にもう言っちゃって。スタッキーさん、ちょっと来ましたよ。スタッキーさん、ちょっと横から出てビビらせるのちょっと勘弁していただけません。あー、いた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 、スタッキーさんいた。ちょっと待って待って、ちょっと複数だ複数。何人いんの、ちょっとまずくないかこれ絶対。ちょっとまずい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 。ちょっと一人ずつ倒していった方がいい。あ、効かないんだ。これ後ろも怖いな、ちょっと。ちゃんとバッテリー。早く早く。オッケーオッケー。リロードウェポン。あいつは来ないんだ。オッケー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 。Q for the price one。オッケー。一石二鳥的な？うわ。何人出てくるの、ちょっと。なに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 、マジマジでマジで、なんかテレポートしたよ。ちょっと待ってよ、卑怯だよ、ツーマンセルなんて。あいったー、ちょっとやめようよ、本当に。この野郎この野郎、まずいまずい。なんか音がするんだけど、後ろでも。ちょっとやめてー。後ろ、後ろは大丈夫だよね。ほらー、ダメだ、光は闇は取っ払えないのか。なに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 、なんなのその後ろでちょいちょびちょびちょび。なになになに、どこにいんのこの人。あ、闇の力で守られてるって。ほら、どこ行った、どこ行ったんだよ。よし、また音がするんだけど。弾がなくなった。ほら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 、闇さえ取っ払えばそんなに怖くないのかな。ほら、よし、スタッキーのね、死体は消えたって。なるほど。ね、ガスステーションの明かりの元までね、たどり着いたって、生きてたどり着いたって言ってますけど、オッケー、じゃあちょっと弾もとりあえずあるな。バッテリーもとりあえずあるし、もうちょっと持つといいですね、長く。ライトがね、ブーストが。もう出てこないのかな。親玉は死んだぞ。あ、あそこにコーヒーポット、こういうとこも見るべきなのかな。特に何もマークは出てないので調べる必要はなさそうですけど。よいしょ。この原稿を全部集めたらもう本にできますね、この人。何も書いてもいないのに。どっから入るのこれ。ここを開ける的な。オープン、ユーズ、開いたね。まだ変わったよ、音楽。まだ来るのか。ガスステーションまでたどり着いたんだから大丈夫なんじゃないの。ダメ、特に何もなさそうでんな。I recognize the parade float I had seen in Bright Falls. ああ、パレードフロートってのはこれのことか。ディアフェストだからね、その鹿狩りのフェスティバル、鹿に関係するね、フェスティバルが催されてるみたい、催される予定だからね、そういうなんか乗り物ですね、その人形をつけた馬の人形とか、そのフェスティバルにちなんだなんか乗り物ありますね、確かに。あのエレクトリックパレードみたいな感じです。After the insanity I just experienced in the darkness,The lights of the gas station felt comforting. ああ、なるほどね。あのごちゃごちゃした状態、カオスの状態をね、通り過ぎて、光があるね、ガソリンスタンドの光がある場所に来て、あの温かみ、その安心さを感じたって言ってますね。ふむ、まだなんか、でもスタッキーは倒したからね。ここがガスステーション？
ガソリンって書いてありますね。これフォーカス。The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here. ディアフェストまであと1週間って書いてあるって。アリスと一緒にここにたどり着いた時には2週間だったって。だから1週間スキップしちゃったってね。その何も気づかないうちに過ぎちゃったってことになるがって言ってますね。特に何もないのかな。ない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 。あ、これはもういいのね。ピューマ、なんかエレクトリックノイズが聞こえますけど、もういいのかな。The garage was a mess. あ、書いてありましたね、さっきね、小説の原稿に。なんかガレージはめちゃくちゃだったって、誰かが戦った後のかのごとくって。そんなめちゃくちゃ、あ、めちゃくちゃだね。確かにメスってのもよく使えますね、単語として。おい、これか、ライトは。びっくりさせんなよ。これは過去のアランかな。書くよって、書き続けるって。ああ、自分がナレーターやってるよ。どういうこと？このね、原稿、後ろ怖い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 。あのね、書き続けないと、で原稿の通りにやらないと、アリスが失うような感じ、失うかもしれないって、失うことになるだろうっていう感じですけど、でテレビに自分の姿が映っているって、俺は気がでもおかしくなったのかって言ってますけど、どうなの？ここはただのなんかコンビニ的な感じ？リード。リード。68回目の、アニュアルっていうのは1年間にっていう感じですかね。1回のっていう感じ？ディアフェストが9月15日から18日の間に開催されますと。ゲームズ・エンド・アクティビティ。いろんな催し物があるんですよね。ディアフェストとかね。まあお魚釣りがやったりね、パイの早食いコンテストかなんかぶつけ合ったりするやつがあるのかな。で子供のための催し物もありますと。なるほどね。パレードもあるんで、もよ、ご振るって参加くださいって感じでしょうね。フォンがありますね。もう調べるもんないのかな。ここでは走れないんだ。特に何もない。コーヒーポットじゃなくてコーヒーメーカーか。じゃあ何もなさそうでんな。よし、使います。どうだ。ブライトフォールシェリフステーションですって言って助け、あ、来てくれたんだ。あ、シーって言ってたのこの人ですね。彼女って言ってたのは拳銃に手をかけてる感じかよ。うん、ありがとうございます、来てくれて。サラ・ブレイカーですって。私はアラン・ウェイク、聞いてくださいって。事故に遭って私の妻がね消えちゃったんですって。コールド、さっきのね泊まってた、なんだっけ、コテージが、コテージに泊まってたんです、湖の上にいて。コテージなんてありませんよって。火山の噴火によってもう1970年代に消えましたって。とりあえず連れて、あ、スタッキー見ましたって、スタッキーさん見ましたって。行方不明だったんです、行方不明になったんですって。で真実を話すことはできなかったって。だから彼女の助けをね、彼女に牢獄にいられちゃうから、捕まっちゃうから、彼女にね、アリスの助けの捜索の助けをね、依頼することができなくなるから、真実を話さなかったっていう感じですかね。これは何？あ、連れてきてって言ってたんですもんね。すっごい冷たい顔してる。おかしくなったって思われてるんですね。火山が噴火してコテージはもうないよって言われちゃったんですよ。あらー、ほんとだ、湖の上にない。じゃあどこに泊まったのこの人たち。ジョニー・キャッシュみたいな曲が流れてるぞ。エンド・オブ・エピソード1。なるほど。じゃあちょっとね、ここで一回切りたいと思います。なかなか、なんか60年代70年代の感じということで、いつもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。
どうも、しょうやです。ちょっと続きで止めてたんで、連続で撮っちゃいたいと思います。ってことでエピソード1が終了したということなので、そこからどこでセーブされるのかよくわかんないでね、ちょっと止めておきました。エピソード1終了、スキップ。海外ドラマかよ。おい、アイスの休暇に来たアラン、ここで小説が書けると思ったんだ。そんなこと聞きたくないんだ、アリス。彼女はいなくなった。アリス。ちょっと海外ドラマの小説風に、慣れた風に言ったけど、クラッシュしたね、車で。アリスとね、泊まっていたキャビンが、キャビンにね、シェリフに連れてってもらったけど、そのキャビンは消えていたって言ってね。いいですね、ニューヨークシティ3年前。なるほど。よし、ちょっと声が大きかったですから、ちょっと下げますか。ここは住まいだったのかな？うん。ドラマパートが始まります。海外ドラマ始まります。帰ったぞーって、こっちにいるわよーって、どうだったって。もう最悪の天気だよーって。コーヒー入れたらって、あったまるわよって言ってますけど、いい家ですね、なかなか。ニューヨークだとね、こういうなんか、ちょっとこじんまりしたアパートに住んでる人多いですよね。まあ、大都市圏だとみんなそうだと思います。一軒家持つのは結構、やっぱ土地代が高いんでね、多分難しいと思うんで。Hey, handsome. ハンサムガイ。今日は長くなるわよ。今日の夜は長くなるわよって言いますけど。I'll go put it on. あなたも、アリスもお前もコーヒー必要だろうって、じゃあって言ってますけど、なんか仕事してんのかな？ちょっと待って。なんか表紙がどうたらこうたらって言ってたんですけど、小説の表紙作ってくれてるのかな、これ。なんかそんな感じですね。一緒に作業してるんだ。いいですね、なんかつつまじくて。つつまじいにいいのかな。日本語忘れ始めたぞ。いいキッチンだこと、まあ。よし、ターンオン。コーヒーできてるよ、ありがとう。必要ねって言って、明日までこれを仕上げなきゃって言ってますけど、なんか仕事の期日が迫ってるみたいですね。これはニューヨークのタイムズスクエアかな。こういうとこにコーヒーポットとかない。自分の家なのに鍵が閉まってるぞ、どういうことだ。ここは走れないです。あ、開いた。ここは寝室ね。さっぱりしてますね。ラジオがあるぞ。ターンオン。フリージングレイン。凍った雨ですね。雪とはまた違うんですよ。だからすごい、上空が暖かくて、地面の近くが寒いんで、本当にね、みぞれみたいなのが降ってくるわけですよ。でね、木にね、氷がついて、木がね、氷で、コーティングされるんですよね。それがすごい綺麗なんですよ。ただ道路がね、もうツルツルピカピカになっちゃうんで、ちょっと怖いですね、運転するのは。その写真でも後で見つけて貼り付けておきますけど。左上ぐらいに出てたと思います。ここ書斎？なんか二丁拳銃よりよ、金のなんかトロフィーかな、これは。エグザミン、アランウェイクだって。リターントゥーセンダーっていう本。あ、なんかいっぱい出てますね。アラン・ウェイクシリーズ化されてるんだ。What I can't forget。 なるほどね。3年前ってことは2年間筆を止めてたって言ってたんで、そうですね、まだ書いてる時の、順調だった時の話ですね。これが、あ、スクリプトページあるよ、ちょっと読む。やっぱエピソード2になってから読まないとダメなのかな。もう一回読んでみましょうか。これ声が違うんですよ。なんだろう、それは本当だったって。もうね、落ちていくのと途端にね、そこに着いた途端に急停止するんだって。ちょっとね、小説の語り口なんでね、訳しづらいですね、本当に。スノー、レインヒアっていうのはね、横たわる、雪の上に横たわっているってね。Let me just see the let me hear kept playing in my head と。そうですね、自分のね、頭の中では、そのなんか
すごいなんか事件が起こったね。フラッシュバックなんていうのかな、事件の様子が次々と頭の中に浮かんでくるって言ってるんですね。なんかホームビデオのようにって続きますけど、ふむ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 。で最後は重要なのかな。多分その女性は言ってしまった。 Only a sore taste remained of the kiss that killed me と。何これ、なんか自分をねその苦しめたそのキスのあのなんていうのかな、苦味、ソアっていうのは苦いってことなんでね、苦味だけを残してって怖いですね。なんかよくわからないんですよね。だから全然ここはまだ怒ってないですよね。誰のことなんだろう。サドンストップ、とにかく落ちていって、なんかそこで急停止するって言ってるんですよ。ふん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 。It had been a long time to bear the pain. なるほどね。Painted the snow red. だから以前説明しましたけど、13年ね復讐をしてからね経ったっていうことなんですけれども、ここもすごい表現ですね。 My blood painted って言ってね、The snow red ってね、下に雪が敷き積もってるけど、そこにね自分の血が自分の血で赤く染まっていたって言ってね。いやーこれはちょっとすごいね。その次はね、まあなんか床に散乱した鎮痛剤と、あ、なるほどね、下水道を下って、ソアっていうのは下水道なんで、下水道を下っていって、その血がね、流れ出した血が、ペインキラーのね、その鎮痛剤を、なんていうのか、染めて、地面に垂れ流れていくって言って書いてあるんですよね。なんか撃たれたのかな、ちょっとわかんないですね。I can see them now. うん。今それが見えるんだって。私の妻と、私のベイビー、子供ですね。家に着いたって、ちょっと全然わかんないですよ。怖い言い回しがアリス sees shadow、 この辺も読んでないのかな。あ、また声変わりましたね。Lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. でもこれちょっとどういうこと、書いてないんでしょ。夢の中にまだいるってこと。 She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human shaped. She shook her headアリスとあそこにいた時のね、湖のコテージにいた時の話ですよ。これはコールドロンレイクがねすごい綺麗だったってね。何か彼女の目に留まったって、なんかね影に隠れた何かって言ってますけど、ビハインドキャビンか、キャビンの後ろでね、Like a thin woman in a black dress. あのおばちゃんか。でも気のせいだったっていう風な感じですけどね。彼女はね、そのカメラを傾けて、もう一回見たけど、誰もいなかったって。やっぱあのおばちゃんが鍵なんですね。ちょっと、また後で読みますね。一気に読んでると、ちょっと、英語の勉強みたいになっちゃうんで、まあ、ちょびちょび読んでいきますね。いいですって、こういう写真も、なかなか。ニューヨークの夜景かな。カバーね、カバーが終わったからってチェックしてみてって。こんな早く終わったのって。なるほど、ある種のね奇跡を。何なんか思わせぶりですね。カバーの表紙をねさっさと仕上げたわって言ってて、アランはあれですね、もう終わったのって言って、そしたらね、奇跡、時に奇跡だって起こせるのよって言って、昨夜みたいにねって言ってたんですけど、何があったんですかね何の奇跡を起こしたんですかね。ちょっと色気のある発言でしたけど、エグザミン、はい、いいねって、もちろんよって、ベリーが触ってないんだもんまだって言ってああなるほどね、この前みたいにはさせなお、あ、なになに、この前みたいにはさせないわって言ってますけど、どうしたどうした、フューズボックス、ちょっとそうだね、フォビアだもんね。わあだだだだ、これね、はいはいはい、アウトレージ、あ、アウテージっていうのはね停電ってことですね。まあ大丈夫でしょ、停電なんてよく起きますもん。
You okay? 大丈夫? I'm sorry. It just really spooked me. 気分が悪くなっちゃうって言って。 Don't worry. We'll just break out the candles. ろうそくでもつけようぜっていう話みたいですね。 I know, it's stupid. バカなの分かってるわって。Especially when I'm not... ああなるほどね。自分の心がね、準備できてない時に真っ暗になっちゃうとパニックになっちゃうのって。話聞かせてよ、okay. ライターなんだからって言って。子供の時ね、悪夢をよく見てたって。ライトスイッチ。ああ、そのね、悪夢を克服するために、お母さんがね、ライトを点灯するためのスイッチをくれたって。クリッカーっていうね、呼ばれてたけどって言って。これだよって言って。ライトのスイッチですね。いいっす話ねって言って、今作ったんでしょって言って、愛してるわって、嘘つきでもねって、ありがとうって言ってますが、海外ドラマっぽいですね。今のところはいい話だがここからどうなるの。これは回想か、ただの